どうもすみません今週は「天皇賞秋はメンバーシップ限定公開」「スワンステークス」「アルテミスステークス」は無料公開ありますが無料公開のバージョンの方は印は基本出ずに途中で一瞬だけ映りますどうもすみません「スワンステークスシューズオーバーゼント」について喋っていこうと思います。 馬場についてなんですが、まあ、多少うちの方は荒れてきてるかなと思いますし最初追い込み馬に関しては直線は打ちきとかじゃなくて真ん中ころかから外へ向けた方が基本的には無難かなと思いますねで京都競馬場の外回りは改修工事で4コーナーが緩やかになりましたんで外回り以前だったら打ちき決まりやすかったんですが、まあ、先行の打ちきは決まる可能性は結構あっても追い込みの打ちきっていうのは 確率ととしててはかかななり下がっ,てかなっていいるうところですねそれでもうかなりの混戦でその中でウィングレイテストなんかは逃げる可能性が結構高いとは思うんですがこの馬はちょっと鈍さずぶさがあってこの京都外回りだと直線の入り口ですっと行かなきゃいけないような時そういった時に松岡騎手だと加速がつくのかとかまあそれなりには競馬するとは思うんですが、まあ、ちょっと。 スッといってさっと突き放すみたいなイメージがなかなかつかないところがあるんでまあ道中から平均ペースハイペースぐらいな感じで結構大胆な騎乗ができればいいんですが変に溜めちゃうとまあとかななんか逃げ先行馬がそんなにスピーディーに器用にスッといくイメージが湧かないところがあってまあ他の馬が行けば、まあ、スピードある馬いますんで分かんないんですけれどもウィングレイテストが行った場合だとまあ意外と。 差し追い込みはしやすくなる可能性はあるかなと見てるところはありますねまあ、逆になる可能性もあるんですがそれでは右の方から一頭ずついきますエクセトラエクセトラはまあ素質あると思いますね前走は外に出せずにですねもう全然開かないんでうちに突っ込んだっていうような形でまともに競馬できてないんでそれでも伸びてきてたぐらいですしまあ、確かに力のいる用紙はの方が乗りやすいのかもしれないんですがまあでも 京都も全然問題ないですしモレーラ騎手右回りの方がうまいジョッキーでもありますしまあちょっとまだこのメンバーでスピード競馬になりすぎると対応できるかどうかわからないのとそれと基本的には上がりがかかったりタフな展開になってくれた方が対応しやすくてそういうような意味では自力という意味では相手なりに走れるんですがやっぱり自力あの自分の瞬発力だけで差し込むほど まあ瞬発力だけが抜きん出てるっていうような感じでもないのでやっぱりある程度はレース展開と位置取り進路取りがはまらないとっていうところまあなんかうちの方が荒れてきてるっていうところもあってもうちょい外の方が本命打ちやすかったかなっていうところありますねまあただモレイラ騎士ですね外国人ジョッキーですんで多少不利な馬場とかでもガッと動かす。 可能性はあるかなとと思思いいいいまますすで普通に有力視してもいいと思いますルガ,ル,ル,ガルはちょっと力強さが足りなくてスピードだけならある程度やれるとは思うんですが距離も専用に伸びてっていうことになるとちょっとババが少し荒れてきてるっていうことになると相当うまく前目の方からばらけてて有利になだれ込めないとっていうような感じだと思いますんでまともに競馬したらちょっとパンチが足りない印象はあるかなと思いますんでちょっと人気すぎかなと思っているところはありますね。 ウィングレイテスト・ウィングレイテストはまあ大きく能力は落ちてないんですがずぶさゆるさみたいなところはありますんでちょっと松岡騎手だとカットを動かさなきゃいけない時にどうかなんでそう考えると平均ペースとかハイペースとかで行っちゃって縦長に持ち込んで早め早めみたいな大胆な騎乗した方がいいんですがそこまでできるかですね、まあ、馬自体もダッシュつかない可能性もありますんで。 ちょっとそのもっさりしてる中でスッといってスッという競馬があんまりイメージ湧かないんですが、まあただ自力は高い馬なんで、しぶとさえ活かせればっていうところですね。東進マカオ、東進マカオは前走は熱発で回避したみたいですね。熱発って意外と後に響くことあるらしくて、まあその辺は多少気になるんですが、まあでも追い切りを見た感じだと、そこまで大きな影響はなさそうだなとは思うんですが。 までもちょっと追い切り伸び伸び走らせすぎてるかなっていうところがあってまあ最近ガッと力がた,、ま、ため込めるようなそういったような,なんか追い切りの時点でフラストレーションが良い意味で溜まってるような感じがあったんでその感じと比べるとちょっとスムーズに走りすぎかなっていうところがあるんでレースに行って爆発するかどうかはわからないっていうところはあるかなと思うんですが。 まあでも最近、末足安定してきてはいましたし、まあ足ためて外出せば伸びる可能性が高いかなと思いますんで、まあこの辺までは有力視した方がいいかなと思ってます。タマモブラックタイタマモブラックタイは、まあ春に重症で構造してたように、春までは調子良かったんですが、そこから調子崩しましたね。 まあそれで今回追い切りを見たら調子持ち直してきたなというような感じがありますんで、まあ、これだったらある程度はやれるかなと思いますし専四も大丈夫なんですが、まあ、ただ馬場的なことと相手関係考えると直線の足がある馬が多いので瞬発力がある馬が多いのでやっぱり前目で流れに乗ってスッと抜け出すような形である程度センスでごまかすような競馬ができないとっていうことになるとちょっと。 どうなのかな逃げ馬がもっと引っ張ってくれそうとかだったら乗りやすいと思うんですがちょっと逃げ先行馬が微妙かもなっていう中でこのタイプごまかしが効くのかっていうところはありますねまあ、でも能力は足りますんで瞬発力勝負にならなければっていうところですねスマートリアンスマートリアンはまあ、地味なんですがまあ、結構センスのいい 短距離の差し馬っていうようよな感じで、まあ、柴田義時騎手もこういうタイプだとまだ全然乗れるジョッキーですんでいいところで足ためてスッと抜け出せばっていうような感じなんですがまただ自力だけで差し込むようなジジ切れる足がないのでじりじりとは伸びるんでそこ,そこですね、あのー、立ち回りっていうところで一番伸びる外っていうような感じにはまりきればっていうようなところですねュガュガはですね。 まあちょっと特殊なパパで打ちつきがはまったっていうのがあったにしても右回りですごい足使ったことがあるんですよね。まあここのとこは距離とか相手関係が合わなかったところもありましたんで今回は右回りに変わってまあ1004までなら範疇かなっていうところがあります。まあ10002の方がいいっちゃいいんでしょうがまあでも追い込みはまればですねっていうところはありますね。グレナディアガーズ。グレナディアガーズは まあちょっとその意外と不器用で中途半端なところから競馬すると伸びあぐねたりだとかあとは腹くくった結果として展開が向かなかったりだとかそういったことなんかもあるんですがまあただ阪神よりもですね多分京都の専用平坦の方が馬群から伸びるにしても何にしても比較的 加速がつきやすいかなと思います平坦なんでやっぱ坂のあるコースだとスムーズに進路が取れなかったら加速しづらいところもあるっちゃあるんでまあはまった時は阪神でも京都でも変わらないんですが進路取りの融通ポジション取りの融通ということに関しては京都の方が乗りやすいかなというのと岩田未来騎手ジョッキーもいいで中内田厩車も以前と比べて少しずつ小馬でも作れるようになってきてますんで。 まあ今回も軽めで作ってる分なおさら気配がいいかなっていうところもあってまあ能力はピークほどはないのかもしれないんですがまあ見た目的にはまだやれるなっていうような感じありますんでアベラーレアベラーレはまあ新潟の外回りは多少前が詰まったとしても逆に溜めが効くことはありますんで特にこのアベラーレみたいなタイプは直線の入り口から広いところに出るよりかは 少し前に壁ができて直線でも前が詰まるぐらいなところがあってラスト200ぐらいで足使った方が持ち味いきますので、まあ、結構前走はハマった方かなと思いますね。まあ、もちろんジョッキもうまく乗ってくれたっていうところもあるんですけれどもでそうですね1 4 0 0ルも京都のコースも平坦なんで特に問題はないかなとは思うんですが、まあ、ただ。 そうですね結構力のある馬がいたりなんかしてごちゃごちゃしてっていうような感じになるとこの馬どちらかというとやっぱコーナーはゆったりと入って直線勝負したいタイプでもありますんでまあ意外とごちゃっとしたりなんコーナーから厳しい感じになるとスムーズに4コーナーから直線の入り口加速がつかない可能性があるんでまあ京都の外回りも直線は長いっちゃ長いんですがまあ新潟と比べるとやっぱ。 4コーナーの入りっていうところ大事なコースになってきますんでその辺で割引は必要かなとは思うんですがまあ川崎市も乗ってますし大きな割引はする必要はないかなとは思ってるんで普通に有力士はしてるんですが新潟の外回りほどは信頼性は置けないかなと思いますね。名名空空船名空船は最近調子いいんですけれども まあたださすがにこのメンバーになるとマイルを使うような馬になってきますんで短距離馬よりもマイル先生の方がレベルは高いのでそう考えると専用はこの馬自体はこなせるんですけれどもまあ戦人のもうちょっとレベルの低い重視を使った方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ,あの他が自滅すれば足りるとは思うんですがただ瞬発力もないですし能力的にも基本を取ると思いますね。 カイザー,ミノ,ルカイザーミノルはちょっと硬さなんかが出て以前のバネとか躍動感がなくなってきてますんで基本厳しくなってきてるかなと思いますね。ルージュ,ステ,ィリアルージュスティリアは、まあ、前走はちょっと正攻法の競馬しすぎで髪が効かなかったとっいうような形なんでなるべく道中前に壁作ってっていうような競馬した方がいいと思いますね。 でまあ、ちょっと前走の負け方がどうかとは思ったんですがまあでもそんなには影響はなさそうかなと思いますけれども飛びが大きくて不器用なんでこれだけ多頭数でごちゃごちゃっとした場合ということを考えると信頼性が低いところがあって、まあ、あの加速もそのスッといってスッと伸びるみたいなそういう器用な加速な器用な加速の仕方はしないので。 まあ能力は足りるんだけれどもうまく流れに乗れるかっていうところになってくると思いますね。ミッキーブリなんてミッキーブリなんてはまあ以前と比べて脚力落ちてドタドタした走りになるんですがまあでも能力自体はある程度ありますんでまあいいところでなだれ込むようにしぶとさを生かせれば平坦なんでもしかしたらハマる可能性はあり得るかなと思うんですが、まあ、ジョッキーもあんまり終えるわけではないので飛びつくほどではないですね。 イン,ダストリアインダストリアはまあでもいいタイプだと思うんですが、まあ、ただ京都の外回りだとちょっと坂の下りから4コーナーの入りとかその辺多少このまま不器用なところがあるというかですねスムーズに加速したいタイプなんで。 まあ器用にバグの中からスースーッと抜けるようなタイプでもないのでその辺が不安ですね飛びが大きいっていうところもたもたするっていうところでさらに出来の方が少し落ちたかなっていうところがありますんで騎手は丸山騎手はある程度乗れるジョッキーなんですけれども、まあ、手広くだったら抑えてもっていうような、まあ、自力はあるんでっていうような感じなんですよね。ラ,ラクリスティーヌ ララクリスティーヌは前は前人気すすぎだったんですよね、まあ、さらに相手も強くララ・クリスティーヌ自体も少し調子が落ちてたというところで、まあ、さらにさらにその負けで気持ちが切れ始めて調子も崩してるかなというような感じがあるんで、まあ、今回は以前のバネとかどうなのかなというような感じなんで、まあ、この距離ですんで平坦ですんでいいポジションからなだれ込んでそれなりの競馬する可能性もあるっちゃあるんですが。 もともとこの馬は素質的にはそこまででもなくて勢いの良さっていうところでメンタルも良くて構想してきた馬なんでやっぱ気持ちが切り出すとちょっと基本買いづらくなってくるなっていうところはありますね。ウィン・マーベル。ウィン・マーベルはちょっと急仕上げ気味で使ったことで王を引いてなかなか調子が上がってこなかったんですが戦争、まあ、もスプリンタズステクス調子良くなかったんですけれども。 硬さあるなっていうような感じはあったんですが、まあ、それでもそれなりに走ってるんですよね。要するにそれぐらい能力素質があるということですね。まあ、元々はこの馬は g1 は勝ってなきゃいけないまで取りこぼしてきた。馬なんで。まあ、今回やっと不調気配で8分以上はあるかな？っていうような感じなんでいいんですが。まあ、さらに西村敦也騎手に暗示強化されるんでいいんですけれども、まあ、ただ。 結構他の馬たちもメンバー揃っててこの専用多投数ライバルもだいぶ多いこちゃつく可能性もあるとかいろいろ考えるとなかなかこの大外枠でどうかなあ外枠でどうかなっていうところもありますけれどもまあでもうちの方馬場が悪くなってきてるところもありますんで逆に外からスムーズに行った方がはまる可能性もあるっちゃあるんで、まあ、力のある馬なんであの。 叩き合いでも勝負根性ある程度あるんで、まあ、瞬発力はそこまでないんですが立ち回りでどこまでやれるかっていうような感じですね。サブライムアンセムサブライムアンセムは前走は出来も良くてチャンスだったんですけれどももう馬群の中で進路が開かなくて、まあ、そこでなんかジョッキーもうまくさばけなかったっていうような感じでまあ普通だったら勝ち負けできてったかなっていうところですね。まあ、ただこの馬も ちょっっっとと以前だと引っかかる感じはあって、まあ、こ今も道中に関しては引っかかる可能性もあるっちゃあるんですがただ追い出すとちょっとずぶいところがあるんでそれだったら外目からスムーズに加速した方がはまる可能性もありえますしまあ平坦も悪くはない馬なんで戦四っていうのは右回りの専四がベストの馬なんで、まあ、条件としては面白いかなと思いますけれどもロータスランドロータスランドはちょっとここに来て。 衰えが来てるかなと思いますんでバネが落ちてるんですよ、ねまあ肉付きなんかも落ちてきてるっていうところがあって、まあ、でももともとはここではトップクラスの馬だったんで、まあ、ジョッキーも悪くはないですしはまる時ははまるとは思います、まあ、ただそのメリハリを効いた足が使えなくなってきてるとか考えると前目の方からばらけて「早め」っていうような大胆な気乗がはまるとか、まあ、どっかのタイミングで坂の下り。 4個な手前から坂の下り利用して一気に行くとかそういうのがハマったりなんかしないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。以上です。す。失礼します